みんな後ろで記念写真を撮ってますね。ここは渋谷のスクランブル交差点そば、日本で有名な忠犬ハチ公の像です。この犬のふるさとである秋田県大館市の旅に出かけてみましょう。今回旅をするのは私、アメリカ出身の俳優で有機農業も手掛けている木田マイケル。あれ、秋田犬。そう、秋田犬。かわいい。暖かい。暖かいです。秋田犬のふるさと大館。痛いよ、重いよ。そこで出会った昔ながらの暮らし。楽しい。なんか面倒みたい。おいしそうですね。すごいそう。暑いですよ。うん。あ、折れちゃった。折れたか。折れちゃった。ごめんなさい。うん、あ、いえいえ。はい、はい、もう一回やって。今回のジャーニーズインジャパンは、秋田犬と共に冬をたくましく生きる大館を旅します。東京から北におよそ500キロ、大館は秋田県の北部に位置しています。来ましたよ。雪に覆われた大館の町です。ここで秋田犬や地元の人たちは冬をどんな風に暮らしているんでしょうか。地方を山に囲まれた大館は林業と鉱石の採掘で発展した町です。冬は多い時で60センチの雪に覆われます。犬を連れてますね。行ってみましょう。こんにちは。どうも。こんにちは。おい。人懐っこいね。名前は？ナナコ。ナナコ。五ヶ月。五ヶ月か。子犬なんだ。いや、人懐っこいね。人懐っこいね。君の犬？そう、秋田犬さ。ずっと秋田犬を飼ってるの？うん、17年前から。17年も？うん、秋田犬を扱う仕事をしてる。なぜ秋田犬？自然というものとつながることができるんだよ。はあ、秋田犬は野生的な面を強く残しながら飼い主と深い絆を作る犬なんだ。この犬は人間を美しい自然と直に結びつけてくれるような特別な力を持った存在だと思うんだよ。そうなんだ。痛いよ、重いよ。6キロで生まれたからね。今は何キロ？21キロぐらい。21キロ？キスするか？キス。あそこにもハチ公の像だ。あちらには秋田犬会館があります。あそこでも犬に会えるのかな。ここは秋田犬の保存会の建物です。博物館にもなっています。あ、案内板。ユキちゃんとクロベ。あ、クロベだ。クロベ、はい。Hello. 元気か？あ、ゆきちゃんはと。あ、ゆきちゃんだ。はい、どうも。飾られているのは品評会の歴代チャンピオンの写真です。秋田犬は
黒、白、赤のいずれかの毛の色を持ち、くるりと巻いた尻尾が特徴です。その先祖は古くから人と共に狩りをしていた狩猟犬です。17世紀、当時の藩主たちが闘犬を奨励して以降、他の土着犬との交配が進み、力の強い大型犬へと姿を変えていきました。実際の秋田犬はどんな犬なのか、保存会の富樫康民さんに聞いてみました。ネットなんかで調べるとさ、秋田犬はもう怖いと、ね、闘犬であったとかさ、はいはい、猟犬であるからものすごい気性が激しいって言ってるけども、もう人間との共生が長くなってるから、まあ、気度悪いか持ってるけれども、表面に表すのはね、人のやっぱりおとなしい性格の犬ですね、うん、はい、人間と共に一緒に生活をしてきた、その動物の中では犬よりいないと、その中でも秋田犬はその性格的にも素晴らしいというようなことで、すごいんだよな黒部だから、もう最高のお利口さん、ナンバーワンね、みんなでは、ね、秋田犬を一躍有名にしたのがハチです。今から90年前、勤め先で亡くなった主人を10年近く渋谷の駅で待ち続けたハチ、そのエピソードが新聞で報じられたのです。しかし秋田犬は第二次世界大戦の末期、受難の時を迎えます。怪我はね、大加減になるから、この際全部撤収しよう、それで徴用令というのはその令状が出ましてね、この付近も今日中の血統書を持ってる犬はまあ十数頭だった。それでね、今度戦争終わった後にさ、占領軍が来たでしょ、アメリカの兵隊さん方が、はいはい、そして大館にももちろん来たんですよ。その方たちがこれは素晴らしい犬だと、どんどん増やしましょうって言ったので、一気にね、どんどん増えていってね、ですからその3年後にもう展覧会もできるほど犬が増えた。その後秋田犬は日本国内だけでなく世界各地にファンを獲得するほどの人気の犬となったのです。最高ねえんだね、今日は幸せいっぱいだね。フルさん眠くなった？眠いか？私の宿泊先は郊外にある農家が営む民宿です。あ、すいません、はい、こんにちは。はい、いい景色だしな。お願いします。すいません、農家さんって聞いたんですけど、はい、何をやってますか？私のところはね、お米とリンゴを作ってます。あ、リンゴ、はい。でも今冬だから何をやってますか？冬の間はですね、秋に収穫したリンゴを市場の方へ納めたり、直売所の販売、はい、そういう作業をしてます。なんかもしよかったらちょっと手伝いたいんですか？いいですか？いいですか？手伝ってくれますか？頑張ります。じゃあ産業小屋の方に行ってみましょうか。 OK、はい、行きましょう。はい、畠山一子さんのお宅では秋に収穫したリンゴを倉庫で保存し、冬に少しずつ出荷しています。それでは。すごいいい香りしますね。しますか？これ何のリンゴですか？これはね、富士リンゴと言います。富士リンゴ有名ですね。そうですよね、一番食べやすいかな。はい、いい香り。かじっていいですか？はい、ですよ。美味しいですよ。じゃあいい香り、いただきます。はい、美味しい。うまい。美味しい、よかったね。最高、すごい蜜が入ってます。入ってますか？うん、よかったです。すごい、まあ、甘い。めちゃくちゃうまい。よかった。
それでね、今日はお母さんが直売所、直売所、はい、はい、直売所に参加してますので、そこに納めるリンゴを袋詰めしていただきます。はい、リンゴにとっては、うん、冬やっぱり寒くなった方がいいですか？寒くなった方がいいけど、雪は少ない方がいいね。雪が多いとね、はい、枝が折れてしまってね、あ、うん、大変。 OK、 よし、はい、ここですか？はい、いいですか？こっちですよ。こんにちは。あれ、こんにちは。秋田犬。そう、秋田犬。わ、かわいい。何歳かな？え、まだ2ヶ月ですよ。抱っこしてもいいですか？はい、はい、ほら。でも思ったよりちょっと重いですね。7キロありますので。そう、はい、暖かい。暖かいですよね。暖かいです。家族が多いから人に慣れてるからです ね、 ね、よし、はい、どうもありがとう。ありがとう。どうもありがとう。じゃあちょっと仕事します、はい、すいません、はい、頑張ってください。ありがとうございます。よかったね。ね、すごい、かわいい、かわいい、よかった。はい、よし、寒くてつかない、はい、はい、いいかな。畠山さんの民宿では郷土料理作りも体験できます。すごい香りもいいですよね。美味しそう。はい、これから作るのはきりたんぽ鍋。まず炊いた米を棒状に固めて、たんぽと呼ばれる具を作ります。楽しい。なんか粘土みたい。そうね。それどれぐらい焼きますか？20分ぐらいはかかりますね。きつね色になるまで焼きます。きつねの色になるまで。はい、はい、分かりやすいですね。はい。鶏ガラベースの出汁で鶏肉、ごぼう、きのこを煮たものです。ここにタンポを入れていきます。はい、ちぎって入れてください。どれぐらい大きさ？これはね、3等分します。3、はい、でも入れちゃって大丈夫ですか？はい、この場合だったらタンポって言いますけども、こうちぎって切るのできりタンポと言います。はい、はい、そろそろ煮えたんじゃないかな。あ、うわ、美味しそうですね。すごい美味しそう。はい、いただきます。はい、どうぞ。やっぱりきりたんぽ、はい、せっかくだからちょっと、はい、食べてみてください。すごい染み込んでますね。はい、やっぱりね、こうちぎったとこからこうおつゆが染みていくから。暑い。歯応えの後にすぐとろけますね。スープはなんだか懐かしい味わいです。薬味のセリが効いてます。いい香りです。食が進みます。美味しい。もっと食べよっと。どうしてこういう民宿を始めました？そうですね、修学旅行の生徒さんも受け入れしてるんです。で、修学旅行の生徒さんね、いろんなやっぱりたんぽの味も知っていくけども、大きくなってからもまた
私たちのところに来てくださればいいなと思って、その手段の一つとしてお母さんたちこの民宿やってるから民宿に泊まりに来てねっていうので、大きくなってもその生徒さん方をまた受け入れしたいっていう、そういう思いですね。ゆきちゃんの朝の散歩が見たくて待ち合わせました。雪景色も綺麗、楽しみです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きましょうか。はい、秋田犬会館のゆきの散歩に同行しました。運動が大好きな秋田犬は冬でも1日2回は散歩が欠かせません。ゆきは1年前から山下さんの家で飼われ、昼間は秋田犬会館で過ごしているのです。で今一緒に住むのは楽しい、ね、そうですね。でゆきちゃんはどんな存在ですか？ゆきちゃんは子供たちのお姉ちゃん、私の相棒の感じですね。そんな感じですか。やっぱり家族みたいですね。そうですね。もう散歩してても私の歩くペースに合わせてくれるんですね。どうした？なんかいるの？おなんかいるの？どうした？面白そうですね。見てみましょう。あ、こんにちは。わあ、すごいですね。これ何作ってますか？ここでは曲げわっぱを作ってます。曲げわっぱ。はい。これ全部木？はい、秋田杉です。秋田杉。柴田義正さんの工房では大館の伝統工芸品曲げわっぱを作っています。この曲げるのは大変ですか？曲げるのはお湯、秋田杉をお湯につけてお湯が80度になると曲がります。今日もその作業してますから、ご覧いただければと思いますけど。あ、見ていいですか？はい、あ、ぜひ。曲げわっぱの起源は木こりが食べ物を入れるのに使っていたのが始まりだと言われています。400年ほど前、当時の領主が下級武士の副業として曲げわっぱ作りを奨励。その伝統が今も受け継がれているのです。柴田さんによると、作り方はまず木材を切り出して柔らかくするために数時間煮ます。そして型を使って成形します。それを乾燥させて桜の木の皮でつなぎ合わせ、底の面をつけて蓋を合わせればわっぱの出来上がりです。義正さんの父、義信さんに木材の曲げ方を教えていただきました。熱々。型に沿って。あ、うん、そうそう。熱々。うん。よいしょ。うん、熱いですよ。うん。よいしょ。あ、折れちゃった。折れたか？折れちゃった。ごめんなさい。うん、あ、いえいえ。はい、はい、もう一回やって。うん。うん。そして、スーッと行く。うん。OK。OK、OK、OK、OK。で、こう、押さえて。うん。うん、ちょっと、10秒とか10秒ぐらい。2秒？うん。もう終わっちゃった。ああ、いい。2秒。はい、もう OK。いいです。Okay。 はい。
で離してまた中に入れて中入れてでその墨をのラインを合わせて、うんうん、そう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 、こんな感じで、うん、OK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  よろしいですか、うん、うまい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  OK ナイスグーナIt's okay? Okay. はい、ここへこう刺す。あ、okay. そこまでやらない。はいはいはい、ごめんなさい。はい。OK。ちょっと。はい。うん、すみません、こんにちは。こんにちは。My gosh, so beautiful. すごい綺麗ですよね。綺麗だ。わあ。はい、ありがたいね。冬の間、地域のお年寄りたちが集まっている場所があると聞いて訪ねたところ、何か作っています？これ何のお花ですか？彼岸花です。彼岸花。彼岸花。はい。日本には春分と秋分の時期に先祖を祀る彼岸という習慣があります。この地域ではこの木工の花などを墓に備えます。この花びらも木でできてるんですか？木です。こういう風になるんです。あ、うん、どうですか？ですごい可愛いんですけど、これから色をつける、それからここで色をつけるんです、はい。これは黄色。ちょっと。雪深いこの地では、かつては冬場に本物の花が出回ることが少なかったことから、その代わりとして作られたのです。皆さんのやってる理由ありますか？聞いたらいいかな。やっぱり自分の健康にもなると思います。あ、うん、手を動かして、していろいろ資源話なんかやりながら、芝楽しむ、ボギーボスにもなるんじゃないかな。あ、そうですよね、うん。そういうこともあると思います。これ儲かるためじゃないですよね。それは全然やりません。はい、もう全くこれはご先祖様に喜んでもらえればありがたいなと思って、まあ、仕組み私たちが真心込みで作っております、うん。最後にできればみんなで温泉さいっぱい飲みたいなと、そういうふうな気持ちは持っておりますけれども。毎年2月半ば、大館ではアメッコ市が開かれます。アメッコとはお菓子の飴のことで、たくさんの店が並びます。400年の歴史を持つ伝統行事です。なんか並んでますよ。すいません。なんで皆さん並んでますか？口に入れてもらってるんです。風邪をひかないようにっていうあれみたいですね。それ雨食べれるってことですか？入れてもらえるんです。ああ、じゃあ並びます。アメコイチの時に飴を食べると風邪をひかないと言われています。寒さの一番厳しい時期、人々は無病息災と豊作を祈ります。これおしゃ飴食べたことないしね。日本全国どこにもこれはない。はい、いらっしゃいいらっしゃい。はい、へいへい。マイケルマイケル。うん、うまっ。
アメッコ市に合わせて大館市内だけでなく全国各地から秋田犬とその飼い主たちが集まります。あのこういう秋田犬と一緒に暮らすのはどうですか。楽しい。すごい優しいですね。秋田犬はどんな存在ですか。どういう存在。癒しのもと。癒されると。今までは前も秋田犬をずっと飼ってるんですか。今この子だけ。4匹も、大変じゃないですか散歩とか餌とか。そう他の犬と何が違いますか。なんていうか不思議な魅力っていうかやっぱり飼い主にすごい従順ですごいなんていうかなそっと寄り添うっていうか心の内を呼んでくれるっていうか、はい、なんか日本犬にしかない魅力がそんな感じ。初めてこんなに一緒に触れ合いができたんだけど、うん、すごい僕も飼いたくなってるんですよ。そう本当に素晴らしいのです秋田犬は、ね、お母さん大好きですよね。どうも私も大好きです。そうお母さんずっとなんか見てるね、ドッちゃんかわいい、ねね、来た甲斐がありました。初めての大館は寒く静かで見どころがすぐには分かりませんでした。でも秋田犬と人との特別な絆を知りました。地元の皆さんにもたくさん出会えました。一緒に食べ物を味わいここならではの文化を体験しました。また大館に来るのを楽しみにしています。また遊ぼう。 See you.東京から大館へは羽田空港から大館能代空港まで70分、そこから市街地までバスで50分です。